ロマン・ベイジャクは、ユーゴスラビア・スロベニグラデツ、出身の同国代表サッカー選手、バルケス・イィルス・ポル所属。ポジションはフォワード。2016年8月29日、プルバエ・ HN ウェルの HNK リーカから、ブンデスリーガの SV ・ダルムシュタット98へ移籍。積極的な補強を進めるクラブの13番目の、新加入選手となった。シーズン前半を終えクラブは、リーグ界に沈む中、 冬の遺跡市場で、テレンス・ボイドや、シドニー・サム、さらには、マークス・シュタイン・ヘイファーら前線の選手が加入したことで、ポジション争いが激化し、遺跡を模索した。フィファの規定により、同一シーズンでは2クラブまでしかプレーできないため、シーズン開始直後までプレーしていたリエカに、ローンで復帰した。2018年2月1日、ヤギエロニア・ビアウィストクに遺跡した。 2019年1月14日、オポエルニコシアに移籍した。各年代でスロベニア代表に選出されている。2013年8月に開催されたフィンランドとの親善試合で初キャップを記録。2016年3月のマケドニア戦で初ゴールを挙げている。ありがとうございます。